伝友山は、和歌山県和歌山市和歌浦にある多摩、津島神社の背後の山である。人気元年2月4日に即位した、聖武天皇は、同年10月8日に、和歌浦へ行行して14日間滞在した際、山に登り海を望むに、この間最も良し、遠行を労せずして、もて遊覧するにたる、ゆえに、若浜の名を、改めて名工浦となせ、 よろしくししこを起きてあれ怪我せしむことなかれ、春秋二時間人を叫んし、田松島の神、名高浦の霊を電子せよという御事のおを発した。聖武天皇は、若浦の景観に感動し、名高浦と名付け、さらにこの地の景観を守るため思考を置くことを命じたのである。木の国名所杖では、伝と山をキャラ山とし、東に続く、現在の雲海山を天狗山としているが、 貴族風土記では、人気元年三雪の時、登山坊会この関西吉見と、御子と乗り下もあそ即この山なりとして、伝統山を、御子と乗りが発せられた場所であるとしている。天平神五元年10月の聖徳天皇行幸の際には、南浜に、坊会廊が営まれ7日間滞在したとされているが、江戸時代後期の儒学者、新田義古は、坊会廊を、 伝友山の南麓の市長にあったものとし、広古の専分になる、防海楼石碑にはそのことが刻まれている。防海楼石碑は、元は伝友山六の市、町川沿いに建てられていたが、現在は、帝友山山町に置かれている。玉津島神社像の慶応三年改め国の玉津島神社略記天舗の若浦玉で自社の図には、 天保2年から3年に伝統も条に建てられたと考えられる廃所が描かれている。ありがとうございます。